セカンドボール清水、前を向いている。またまたギフェイント。自分がやりたいことをどんどんチャレンジしていけばいいんじゃないみたいな感じ言われて、ガンバアカデミーから新たな力がやってきました。その自分のプレーをが通用するっていうのがすごい感じたんで、あ、フリーキック。そうですね、中村志郎の左足インスイング。初心に戻ってそのサッカーをどんどん楽しむっていうことをやっていきたいなと思ってます。 J1 初のフリーキックのキッカーです。川崎以下の4人、下4人は全部ティーンエイジャー、はい、しかも中村は高校生ということです。17歳です。ゲーム終了の笛です。0対2、横浜 FC を下してこのゲームをものにしています。この間の試合の前にはある程度の時間をかけて練習ができていたので、その中でしっかりとしたパフォーマンスも次郎も見せていたので一緒に行きました。トップで試合に出てる選手に対して見せるパフォーマンスも、まあ、波はありますけれども、個人で剥がすようなシーンもありますし、シュートを決めきるようなシーンもあったりするので、まあ、今いいその成長の軌道には乗っていると思うので、まあ、試合に出るようなことがあればまたそこで得るものも彼自身あるでしょうし。倉田に変えて中村次郎、 J1 初出場です。レフティーの17歳、背番号45、中村次郎が入ります。いや、負けてる状況で入ってそんなに何も考えずにプレーできました。ました。ただかわす、あ、中村次郎またにフェイントを見せました。矢島、中村次郎、さあそのまま左足振り抜いた、大久保こぼれたところパトリック決める気でいたんで、まあ、悔しかったですけど。さあそのまま左足振り抜いた、大久保こぼれたところパトリック積極的に行きました。中村次郎ですね。でもこうやって J1 に出られたっていうのが、まあ、スタートでなったんで良かったです。ガンバ大阪、最後は中村次郎、そういった若い選手の活躍が光っていましたが0対2で敗れています。次郎は、まあ、やはり自然とボールが集まってましたし、ボールを引き出すところであったり、相手を少し剥がすところとか持ち運ぶところに関して本来の良さが出たと思います。まあ、サイドの遠いところに置くよりも少し、中央近くに置いてチャンスを作るというところ、シュートを狙うというところを求めてピッチに送り出しましたけれども、短い時間の中で次郎らしいプレーというものがこのレベルでも見られたということが、今後のチームにとってもいい参考材料になりました。高校1年生の時に、まあ、J3 に絡めたっていうのが、まあ、一番でかくて、ね、その時点で来年にはもうトップでプレーできたらなっていう気持ちでずっとやってたんですけど、まあ、今年入って怪我もコロナもあって6ヶ月間ぐらいずっとプレーできない状況が続いたんですけど、ここ1ヶ月前ぐらいに、まあ、ポジションも変わってどんどんいいプレー、その自分のプレーができるようになってきて、 J3 ではワンチャンあるかなっていうのがありました。今年にそのトップチームに上がれても上がれなくても、その J1 で通用する部分っていうのが分かったし、その来年西登録っていう形ででもそのトップチームにどんどん絡んでいければ自分の成長にどんどんつながっていくと思うんで、まあ、これからももっと使ってもらえるようにアピールしたいなと思います。ガンバファミリー .net は野村証券梅田支店の提供でお送りいたしました。